竹です。しまった、本物の竹ですね。これエネルギッシュに行けばいいですもんね。エネルギッシュに行けばいい。これ失敗したから絵にしよう。ここ止めてくんないと2時間ぐらいやってるんで。乾杯。こんにちは、ゆうきまおみです。そして、はい、後ろシティの浅田です。はい、この背景で分かると思うんですけど、今回はキャンプ企画。いや、大自然ですね。お願いします。すごい楽しみにしてました、はい、じゃあ早速、今日何をやるか教えてください。はい、まあ、キャンプ場着いたら皆さんすぐ、ね、ご飯食べたりとかしますけど、まあ、その前にちょっと一緒に工作をしたいなと思いまして。おお、子供喜ぶやつですよ、はい、ちょっと手作りでコップとお箸を作ろうかなと思います。できるんですか？できます。コップ待ちでもうずっと飲み物飲めないってなって、なんか夜大変みたいな感じにならずに、さ割と早くできる。作れます。すごい、はい、じゃあ早速お願いします。はい、よろしくお願いします。できるってよ、一緒にやる。うちの子供たち来てるんで、一緒になんかやれたらって言って待ってる間になんか他の遊びを始めてるんで、とりあえず先に始めてましょうか。いいですか？あ、ちょっと多分楽しそうなのやってると、あ、ママたち楽しそうなのやってるなって言って、なるほどなるほど、そういうの勝手に集まってくるんですよ。おいでって言っても来ない生き物。カメラが回ってるのに来ない。そう、なんかね、おいでは来なくて、来ちゃダメって言うと来るっていう。あ、なるほど。もうそういう子供ってそういう生き物なのでね、ちょっとおいおい楽しそうなことやってみましょうか。わかりました。はい、はい、じゃあ作っていきましょう。お願いします、はい、お、使うのはこの竹です。しまった、本物の竹ですね。なんか竹のなんかちょっとしたちっちゃいのが用意されてるかと思ったら、まんまの形で、まんまですよ、始まるんですね。はい、竹ですよ。え、切れるのかな、硬いでしょ竹は。はい、ノコギリもね一応用意してますん で、はい、でこれでコップを作ります。まず、でここが節って言って、はい、ここにこう板みたいなのが入ってて、あとは空洞なんです、うん、なのでこれが底になって、この辺で切っていただいて、うん、あとはどれぐらいの長さの、はい、容量、うんうん、ここで切ってもいいですよ。長い、相当長い飲むタンブラーになりますけど、うんうんうん、僕じゃあやってみましょうか。まずじゃあお手本お願いします、はい、じゃあやりましょう。この辺にしようかな。でまず竹って表面ツルツルしてるんで滑るんですよ、うん、なのでちょっと最初は弱い位置からで、こう溝をつけて、すごい弱い位置からでこれぐらい、最初から強い力でやるとこう滑っちゃうんですよ、はい、なのでこれぐらい溝つけたらもう力入れていいので。早っ。ほら、そしたらくるっとこう回して、結構スイスイいくよ。いけますね。ほら、わ、あー、なんかよく見るやつだ。よく見るやつでしょ、はい、そうなってるんですね、はい、これが底になりますね。綺麗、はい、で長さどのぐらいにしましょうかね。これぐらい、これぐらいかな、うん、最初はちょっと優しく、これぐらい溝掘れたら、意外と簡単です、うん、ゆうきさんはどうですか、不器用だとか器用だとか言われますか？いやこれまでできそうな気がします。細かい作業は全然、はい、苦手、上手じゃない、折り紙とか。あ、そうなんですね。全然雑に、なんてやる、雑にしたつもりなくてもすごいちょっとずつ乱れていくタイプで、几帳面じゃないんで。これはね多分できる。これエネルギッシュに行けばいいですもんね。エネルギッシュに行けばいい大丈夫ね。中がこんな綺麗、綺麗、本当だ、すごい、節の部分ですね。 ですね。で、竹のいい香りがします。うわー、ほんとだ、はい、竹のこの匂い、竹のこの水煮と似てる。そう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 、こんな感じで、はい、まずはやってみます。はい、私はじゃあイメージはビールグラスっぽい感じで。なるほど。じゃあ結構ちょっと長めがいいなと思って、ジョッキにしたい感じですね。ジョッキにしたい感じで、最初はここも決まりはないんですか？決まりはないです。みたいな、はい、優しく。お、あ、私うっかりこれ何もしてなかった。
ですよ。エネルギー収集。そう素手でむき出しでいくところでした。あとは今ノコギリのこの辺を使ってずっと切ってたんですけど、はい、なるべくこう全体を使うと全体、はい、ここからこうですか、先まで、はいはいはい、へえ。あ、そうですね、思ったよりやっぱり硬いな、なんか楽ではない。でも全然切れてたもんね。切れますね。全然子供たち来ない。興味持たないね。なあれっていう、すごい興味津々でやりたくなっちゃって、ね、あ、でもなんか切れてきた感じします。あ、いいじゃないですか。綺麗に切れて、我ながらまっすぐな気がする。あ、切れた、切れた、あ、すごい綺麗。やった、すごい、ほら切り目が、こっちがそこですけどね、美しい。よし、じゃあビールグラスを、はい、一個だけあのちょっとは、ね、言いづらいことあるんですけど、うん、はいはい、このあの竹ってあのすごいあの気泡が立つんで、うん、炭酸は良くないんですか。ビールダメじゃん。全部泡になっちゃう。全部泡、あんまり合わない。泡を入れると吸っちゃう、はい、多分空気がたくさん含まれてるんで、うん、もう全部泡泡になっちゃうんですよ。すいません、今日はソフトドリンクで。そうなんですか。お酒全部、あの普通の焼酎とかだったら、そうです、炭酸でなければ。そっか、炭酸飲みたかったな。やばい、終わっちゃう、終わっちゃう、子供が来る前に。完成できた、終わった、完成です。すごい、竹のコップ完成。コップできた。え、まだですよね。あ、まだです、はい、まだです。形はできた、形できましたね。削りて遅いよ、一緒にやろう。でもこうやってするの。あ、スリスリだけやりたい。そう、ノコギリは怖いからやりたくない。あ、そう、じゃあいいですよ。じゃあ、あのヤスリはやりに来ました。ヤスリは、ヤスリはどうしても一緒にやりましょう。でこれこのままでももう使えるんですけど、はい、ちょっとこれをね、あの、まあ、おしゃれにするじゃないですけど、そういう時にこうヤスリ、これ棒ヤスリっていうやつとか、あとはまあナイフをお持ちの方はナイフの背の部分でもいいです。うん、今お子さん危ないんで僕がナイフでやりますけど、はい、こういったこの角、飲み口の角とかをこう削る、削る、はい、あとはこの青の部分をこうすると削れるんですよ、はあ、柄を。そうなんですよ、これどれぐらい残すかとか。うん、危ないからね、気をつけての、あ、ちょっと失敗したから絵にしよう。ここやって、こう縦にしよう。わー、やった、やる、はい、大きい位置に座って、はい、でこれ間取りはこれで、ママ こっち側持っててあげる。私の名前のこの、そうです、一応こう、あ、分かった、尖ってるんで、これを一回消してここに書こう。マノリ画伯がどんどん絵が描き進んでいます。すごい、黙々と、そう、作品をね、太陽、太陽を描いて、ね、思いつくままにいっぱい絵を描いております。これできたらみんなでお茶飲もうよ。何描いたの。みのりってお名前、自分のグラスだよっていうね。はい、あの止めてくんないと2時間ぐらいやってるんです。はい、できた、完成。お、画伯完成です。絵がいろいろ描いてあります。いい、すごい。飲み物は何しますか。オレンジジュースとかは大丈夫なんですか、ね、大丈夫ですよ。オレンジジュース持ってこようか。軽くちょっとだけすすいだ方がいい。すすいで、じゃあこっちをすすごうか。ありがとうございます。オレンジジュース入れたことないな。オレンジジュース入れて美味しいかな。お茶とか入れるとね、こう風味がファッとして美味しいんです。じゃあ乾杯しましょう。いい、乾杯借りていい。急にシャイになってんじゃん、大丈夫。乾杯、いただきます。うん、どうですか、自分のグラスで飲むと美味しい。これね、ちょっと消えたの。あ、竹の匂いがする。じゃあ箸も作りましょう。はい、箸はね、もうほんと簡単ですんで、誰か手伝ってくれ。いや、みのり隊長、隊長これ持ってくれる。そんでね、こうするからここを叩いてくれる。これで、これで、うん、おっ、うまい、強い。
うまい。あ、マノリもあれならできそう。おお、できたー。マノリやる。ほら。手応えでね。また半分のしようか。いいよ、マノリこれなしでいいよ。よし、お願い。今やるやついらないみたいだから。ポンポンだ。うん、ポンポン。オッケー。つけたいの？そうそうそう。手を叩いちゃダメだよ。あ、あ。できたー。やったー。やります。お。いった。オッケー。膝を使うね。うまいね。ピラティスやってるもんね。いいんじゃないこれで。できたっぽいよ。いや、これをさっきみたいに削る。よし、削ろう。みんな一脚ず一セットずつあるかな。後でね、綺麗に拭くからね。削ってます。上手に器用に削っております。上手。もうみのりちゃんはドラムを始めたからね。ドラムになったね。全然見てくんねえんだけど。よし、じゃあ完成。さあ無事に完成して、すごいね、竹グッズ作るの楽しかった ね。どうだった？楽しかった。なんで棒読みなの、そこ夢中でやってたのに。意外とこう自然の中でこうやってると時間を忘れて削っちゃうんで。しかもまあ完成も別に正解があるわけじゃないから永久にやっちゃいますね。そうなんですよ。これをこの後使ってご飯の時にこの箸で食べてみましょう。じゃあ次の動画でお会いしましょう。イエーイ。料理編。料理編。